今月のテーマはお風呂グッズの断捨離です。まあ、要はお風呂場ということですよね。そうですね、はい、もうお風呂っていろんなものありますよね。そうなんですよ、ごたごたとね、ごたごたとシャンプーリンス、まあ、洗顔料とかそういう小さいものから、うん、洗面器、椅子、浴槽の蓋、うん、あと、まあ、お風呂から一歩出ると足拭きマット、タオルと、うん、そうですね、でそばに洗濯機もあるわけだからね、うん、もうここら辺すごく気になりますよね、うん、はい、ということでね、うん、じゃあそのお風呂グッズを検証していく前に、うん、そもそもお風呂ってどんなところっていうのをね、確認していきたいんですけども、ね、うん、まあ、立って洗うので洗面器 も、うん、もう椅子もないんですよ。いや、うん、確かに、まあ、シャワーってが出てきてから洗面器って必要あるのかなって、そうですね、考えるんですけどね、うんうん、なんか子供の時は浴槽からお湯をすくって、そうですよね、バシャーンってやってましたよね、それ必要ないからね、うん、洗面器いらないですね、うん、はい、そう、洗面器と椅子はセットで売ってる場合が多いから ね、お揃いでなぜかそれを買ってるセットで買っちゃいますね。それも 無自覚かもしれないですね、そんなもんだと思ってて ね、入浴スタイルが変わってるのにね、うん、そのまま昔の洗面器とと椅子っていうのは ね、 そうですよね、あるかもしれないですね、うん、なんかそれこそ銭湯セットというか、うん、そうだね、銭湯では絶対セットで置いてありますよ ね、それをいそいそ運んで、でまたこれが特にかびるんだよね、うん、椅子の裏が、椅子、ね、どうですか。いや椅子今は使ってないんですけど、うん、以前使ってた時は、うん、あまり存在感を出したくなくて透明タイプにしたら、うんうん、だんだんこうなんていうか色が変色してくるそうだね、そう、そう、くすんできて、ね、もうめちゃ存在感 が出てきちゃった出てきちゃったんですよ。残念な存在感なんですよね。で、うん、うちはない、うん、ないですね、ないから、もうそもそもカビが生えるものが、はい、の存在がないっていうね。そうですね、まあ、これが断捨離ですよね、元を立っているという、そうそうそうところですね、はい、カビ落とすんではなくてね、はい、あのそのものから立つっていう手間が一つ断捨離されたっていうことですよね、うん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 、そうだね、まあ、くつろぎって概念が入浴になかったんだ、ない、まあ、いつの間にかなくなっちゃってたんですよ ね、多分忙しいせいもあるよね。そう、それでだからね、なんかお風呂って疲れるものなんですね、なんかいろいろやらなきゃいけない場所、はあ、なんかこう入らなきゃ、あでもねやっぱり汚いから、うんうん、そのまま寝るわけにいかないし、うんうん、まあ、入っていろいろ作業するぞみたいな場所なんですよ。そうか、うん、作業場か、作業場、体を洗うという、そう、それは、うん、それはちょっと残念だけど、でも私もなんか入るのめんどくさいなっていう時はありますよ、疲れてる時なんかね、うん、まあ、そうですね、うん、そういう時は、うん、あるけど、うん、やっぱり一日の疲れを取りたいのに、うん、かえって疲れてしまうというか、うん、まあ、洗うって意外とこう重労働なんですよね。そうですね、うん、それでなんか以前ね、あの記事で読んだんですけれども、うん、うつ傾向にある人はお風呂に入れないって、はい、あ、うん、あのそれはやっぱりお風呂ってすごくいろんな工程があって、うん、あのやっぱりそれをするエネルギーが湧いてこない、やる気が出ないからだっていうの、そうか、うん、って言ってたので、うん、もう完全に浸かるだけって考えちゃったら、そうですよね、うん、ある意味もうね、洗わなくていいんだ、うん、そこにポチャンってすればいいってやったらちょっとは気が楽になるのかなって思ったんですけど、わかりますね、あの、うん、うつうつとしてくると何もする気が起きない、うん、わけだから、うん、とにかく手入れをするっていうことは一切ね、嫌になっちゃうわけだから、自分の体の手入れももちろんしないし、うん、着替えるのも、ね、そうですね、嫌になっちゃって、分かりますね。そうそう、でもね、私は基本洗わないから、うん、そうそう、それ、うん、そこね、うん、いいですよね、もうくつろぐためってなってると、うんうんうん、その対比はね面白いかもしれませんね、うん、はい、いかがでしたでしょうか。山下秀子断捨離塾は毎月いろいろなテーマを設けて、あなたの生活や人生をクリエイトしていくね、お役に立つ情報をねお届けしています。情報というよりはものの考え方って言ったらいいかもしれませんね。そしてそれをどう実践していくかということをね、丁寧にお伝えしています。まあ、その他にいろいろなね、あのお役立ち情報もね、あの塾に入るとね受け取ることができます。どうぞこの山下秀子断捨離塾にあなたもアクセス、そして人生に果敢なチャレンジをしていただける、その礎にしていただければと思います。